某家電ショップで見た外国人と店員のやり取り、某家電ショップで見た外人さんの話、外人さんを発見したので眺めてたらひげ剃りが欲しかったみたい、店員が説明してたんで近づくと店員が This is for blade とか言って説明してた、外人さんは4枚刃は買わなかったみたいだけど4枚刃ってそういうのなと感心した、店員に和んだ。プラムウィズソルトスーパーで金髪の可愛いお姉さんに英語で話しかけられた、手には海苔の間に乾燥した梅干しのかけらが入った おつまみらしき平たいパックの商品、そのパッケージの梅干しの写真を指さして棚を指さし同じものがないかと聞いているらしい、瓶詰めの棚、明らかに同じ商品を探しているのではない、何が欲しいんだ、お互いに片言の英語で梅干し高温度プラム、つまり塩漬け梅が通じないみたいなのでプラムウィズソルトとか言ってみたり、海苔じゃなく梅干しを指さすので梅おかかの瓶詰めを見つけたので渡すと、そこから中を見て形や色の違い、丸くないとか黒くないとかが気になるのか写真と同じものと指さして聞いているようだ、マッシュドプラム、通じた、おつまみは海苔だが梅おかかには昆布が入っていた、片言で説明すると昆布、シーウィード、オーケーという、海藻は何でもオーケーなのか、それとも食べられるって意味かな、ますます混乱するが、ちょうど海苔の佃煮の瓶入りに梅入りのを見つけたのでそれも渡す、近くに外国人観光客が泊まる宿があるのでそこでみんなで飲み会でもしてるのかも、それでたまたま食べたおつまみの味が気に入って似たものを探しに来たのかな、それとも罰ゲームか、梅海苔という非常に日本的なものだったのがおかしかった。